日本球界変な監督が増えすぎる。どうなってんのこれマジで。あの人の登場以降明らかにおかしくなってきたよな。阿部は変な監督というよりただ時代錯誤なだけだからセーフ。2019-20年くらいまではそんなことなかったよな。原工藤が順当に優勝して下位球団は育成して割と平和だった。矢野あたりからおかしくなってきた。去年のパリーグなんて監督の頭順みたいな並びやった。矢野、ビグボ、立浪、阿部国保、どんどん自己主張強くなってきててくさ。普通であるというだけで評価される時代よな今も。全員路線違うのおもろい。特に矢野は唯一無二やったな。普通なことしてるだけで褒められるのくさ。矢野から矢野最古感という意味で畑津波を超えてた。国母って別にそんな変じゃなくね。言葉をちょっとオリジリティでそうとして滑ってるだけやん。内容はまともやぞ。現役時代一番ネタにされてた荒井が空気なぐらい他が濃いのおかしいやろ。高津とか何もしない系の無能なのに何もしないから目立たなくて無能扱い免れてる感半端ないよな。キャラが渋滞してる今矢野がいなくてよかった。ぶっちゃけ天気は矢野だろ。あそこから明らかに変な監督が増えた。矢野が野球とは関係ないところで暴れ倒してから人間的に変わってる人が増えたよな。ビグボが霞む時点でいろいろおかしいよ。ご視聴ありがとうございました。